どうも、マザルコです。では、ラスト続きをやっていきたいんですけど、やられてますね、今、起動したらね。多分ここでやられてるってことは、新しく作った拠点がやられたってことだよね、多分ね。ちょっとこっちで湧いて、こっち見に行ってみますか。こっちは無事か？あ、こっちは無事だ。こっちは無事。で、向こうがやられちゃったってことね。はいはいはい。まあまあいいでしょう。まあ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 いいでしょう。ちょっと見に行くだけだから、見に行くだけだから、とりあえずこれで行くか。裸で、裸んぼで。裸んぼで、ただベッドがもう一個外にあったから、多分そっちは残ってるみたいな感じかな。これで行くと。ちょっと一応、現人ですって感じ出していこう。現人ですの感じ出して。やっぱこっちって不便だから人気ないんだろうな。こっちの人あんまり物資持ってないよなって思われてるんだろうな。やっぱ場所、どんどんこっち側のさ、町の方に行けば行くほど、やっぱあると思われてみたいな感じかな。え？え？ちょっと、飯だけもらってこ。なんかもう物騒か？で一応ね、回復して埋めてああこういうのちょっと取っといて、埋めて取って、おっとと今何も持ってないからおっとっとです。イノシシさん、イノシシさん、私は有効的な人ですよ。全部食べて、木壁がある。なんで？何の壁？あ、獅子がいるんだった、獅子が。こっち来てないよね。下こいた、よし。ここにも家建ってるなぁ。もうなかったよね、この家。よいしょと。寝袋あって。あ、そこの人かな、もしかしてね。邪魔になってやられた。でっか。ちょっとでっか。ちょっとでっか。あそこの人たちかも。ちょっと見に行くだけです。すいません、見に行くだけです。え、家自体は残ってんのこれ。あんの？家もすべて破壊されてる？え、ここら辺だよね。あれ？どうだ？ここに寝袋があるっつうことは、あ、これだよね。この家だ。そうだよね。この家だよね。あ？なんか入り口なくなってない？あ、あるか。ちょっとこれ、これ壊せるんだっけ？木壁で、木で、やっぱこれ一生かかるな。まあ、とりあえずこういう状態ですか。で、寝袋がどっかに、置いたままのやつがどっかにあるはず。それはどこだ？あれ？まあ、この拠点そんなに何もなかったよね。あ、これか。これが自分のやつか。はい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 。あれ、待って、リスタート15分後？マジ？このさ、木壁ってさ、なんか、木のドアってさ、なんかでさ、壊せるよね。これとかすごい嫌なんだけど。壊せないのこれ。ちょっと待って、拠点が1個になったのは危険だな。これ向こうも時間の問題なんじゃないか？やられんの。これもう1個作った方がいいね、これ。絶対。ちょっと取っといて。なんかどんどんやってますよ。どんどん。Did you play today? 誰に向かって言ってる？マサルコに言ってる？違うか。お前なんぞ。
脅威ではないわいって感じだね。ないわい、ないわい。いや、寝袋いっぱいあるの、ここらへん。まあ、海沿いだから、あれか。ちょ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 、なんか来てる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 、これなんか来てる。追っかけられてる、これ。狼じゃない今の足音。絶対狼。やってるね。なんか、いや、なんかやってるね。おうち、あ、おうち、ちょっとこっち側だった。お家帰ろう、お家帰ろう。向こうの家はそんなになかった。まあ、かまどがまた作らないといけないっていうのはあるけども、ちょっとあそこの家破壊してみるか。でもう一回 TC を置いてみる。あ、これじゃない、自分の家。あ、自分の家どこだ。あ、あ、これ新たな、なんかできてる家か。木のドアを壊せるのって何で壊せるの？あれか、モロトフ、モロトフ、モロトフ。ちょ、これでもリセットになっちゃうから。なんか来てる、足跡。大丈夫。一旦帰って落ち着いて、一旦帰って落ち着こう。まあまあ、あそこはなくなっても、ファームに便利だったからあそこ建てたけど、木のドア、まだ木のドアってことは、あれさ、ワンちゃん取り返せるんじゃない？で、中に寝袋があったらそれも壊すと。壊すのってさ、銃とかでいけるの？普通の。こういうの石こっとく、とりあえず。またあの、新しい拠点を作るかもしれないからね。もうさ、拠点、この自分家の近くにもう一個作っちゃう。もう、そういうレベルじゃない？なんと掘りにくい石なんだ、これ。掘りにくい石なんだ。やっぱりなんで石で石を掘ってんだろう、今、家があるのにまだ。まあ、ついでにね。よし。帰るついでに。ここはやられないんだなぁ。まあ、あんまり物資がないのがわかるか。よし。まあ、あと11分でリスタートだから。リスタートだから。まあ、ちょっと木も掘りたいな。普通のさ、モロトフってどうやって作るんだっけ？待って、クラフトで。アモ？違うね。トラップ違う。ウェーブンか。なんか、あれ？これでさ、TC、提出50も使うの？ちょっとさ、提出燃料をさ、焼きに行きたい気がする。危険か。いや、焼きに行きたいな。ただあれですよね、木のドアか。木のドアね、どうするかな。結構
石入れとくか。テイス50も必要なのか。これ焼きに行きたいな。今でも結局行けないもんね。もうリスタートになっちゃうし、行くとしたらどこにあるんだろう、一番近く。港か。これ一番焼き場は。うわー、怖いな、港。アウトポストの方がいいか、やっぱり。なんかボンボンこっちで落としてなかった？もうここ行くしかないよね。あと焼けの大きな港もあるけど、距離的にはまあアウトポストの方が近いっちゃ近いよね。あー、リスタート8分か。他になんかさ、ドアを壊せるのとかってないのかな。ショットガンとかだって人にしか効かないのかな。炎のダメージを与える。それか、普通に斧とかでコソ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 やったら壊れるもん、あれ。普通の。それで一回やってみるか、斧作って。そうしてみようかな。暗いな。懐中電灯どっかなかったっけ。全部つけて、斧、リペアベンチ置く？リペアベンチ置くか。あ、その前にもう一個拠点を作っといた方がいいっていうのもあるんだよな。ちょ、リペアベンチ欲しいはあるな。リペアベンチ、ここにリペアベンチドンって置くか。スペースはまだまだあるもんね。ここでもいいか。ここだとこう、ちょっとリペアベンチって鉄で作れるっけ。リペアベンチで作るか。あ、ワークベンチ1ね。はいはいはい、1が必要です。ベンチ作って半分以下のコストでできるんだから、これ作ってだ。あそこを取り返したい。自分のものと取り返したい。いや、ベンチこれどこに置こうかな、マジで。ここでいいか。ここに扉をつけた方がいいか。そろそろギアってあったっけ？ 4 つか。4つか。悩ましいな。武器作るのにさ、ギアが必要だったりするのあるよね。なんと、ギア。ギアってそんなに必要じゃないか、武器作るとき。これ、あ、リボルバー、そっか、取られちゃったのか。これも作りたいね。金属のパイプはあった気がする。そう。あ、これだ、これ、分解しちゃった、一回もらっ、あったけど。汎用化テイスネリを使う。奇形のベースを壊すのに向いている。あの木のドア壊せるってことだよね。いや、これ欲しいな。常勤15も使うんだ。ちょっと待って。そうなってくると、ギアは、基本的には、あれか。
あ、リペアベンチができている。リペアベンチここに置けるか。に。こうして、こう置いたら邪魔ですか。まあ別にこっちでいいから見えないんだな。ちょっと待てよ。そしてここでいいか。一旦ここ、いや、ちょっと待てよ。これどういう感じ？こういう感じか。ここに寄せたいな。そして。いけない。ギリギリ OK。なんかこれ曲がってる気がするな。この辺？どう？あ、いいじゃんいいじゃん。これ取れるよね。やべ。やべ。やべ。取れない。取れない。通れない。ごめん、通れない。通れなかった。くそ。通れない。通れないか。となると、どこだ？ちょっとこっちに寄せればいいのか。この辺で、いや、それか、ここ、あ、でも通れないか、きっと。ここに置けるか。置けるけど、これ、あ、でもダメだ。リスポーンしたときに出れなくなる。ここでいっか。ちょっとこっち気味に、やばい、2分だ、2分しかない。やばい、2分以内に。これで、どう？通れんじゃない？あ、取れる。よしよしよし。まあいい。まあまあいい。いいんじゃない？いいんじゃない？で、木材、金属片。あと、ちょっとしかない。木材と金属片。もう一個なんかリビアするのなかったっけ？これだ。一応。リペアして、で、これもリペアして、OK。これはする必要ないからこうでしょ？で、この中にしまっとく。OK。で、これしまっとく。で、次にこう入れといて、あ、50秒。じゃあちょっと一旦これリスタートなんで、じゃあちょっと一旦ここでリスタートするまでちょっともう一回ここで一旦ちょっと録画切りますが、またちょっと始まったらやってどうするかを考えていきたいと思います。はい、ということで、リスタートしました。夜が明けてきたね。あ、ドア閉めてないし、ということで一旦これを模試に行こう。で、これも置いて、これだけ一旦持ってって、これだけ持ってって、裸で行こう。アウトポストまで頑張って行ってみよう。で、提出燃料を。待って、どうかでかい。ちょっと待って、こっちから回っていった方がいいのか。でっかいのがある、でっかいのがあるから、ちょっと待って、でっかいのがあるから、こっちから行って、今ちょうど朝になったタイミングです。緊張の一瞬、たどり着けるかどうかですよね、ただ、本当に。そこが一番心配。
今そうだ、武器も何も作ってない。まあいいやね。武器を持ってたとしてもやられる可能性だって、相手はもうセミライとかトンプソンとかセミライとか言ってるからみんな。それを思うと何を持ってようが勝てないと思えば。何も持っていく必要はなし。で、死んだら死んだで、それはじいじ。死んだらじいじ。このまままっすぐ行けばいいんだよね。で、あ、そうか。一旦だから、そうだ、斧で壊せるかどうかをやってからにしよう。ドアが。え、ここどこ？あ、いい。あ、こんなとこ、あ、こんなとこ、ん？ちょっと待って、なんか変なとこ行ってない？ん？でっかい拠点があって、あ、そっちか。なんかすごい変な方向来ちゃった。木もらって、あそこの人なんてもう絶対マサロコ勝てないもんな。一体20人とかいそうだもん、あそこのお城。あのお城すごいお城。すごい後ろじゃん。いや、こういうの取っちゃうの、あると取って、まあ、いっか。このぐらいは取って、失ったとしても、なんのあれもない。あの、うちは木なんだから、斧で、ドア壊せるんじゃない？壊せないのかな？どうなんですか？え？なんか壊れてんだけども、すでに。あ、壊せそう。すごい時間かかるこれ。でも、もうこれ壊せるぞ。時間かかるけど、あ、でもすごい耐久がすごい減ってく。これ誰かやった人いるんだよね。続き、ちょっと待って、それよりもまああれか、先にまあ壊せること分かりましたけど、ちょっとこれ斧がもうこれ無理なんで、とりあえず、本来の目的である提出を作りに行くという目的を果たしたいと思います。メースで武器にもなんのかなあ。今たリスタート後だからすごい少ない人が。いいぞ。え、なに、やばい。なんで、なんで、なんでターゲット？なんで？なんで撃たれたの？すごい撃たれてる。え、ごめんって。なんか撃った？なんかした？なんかしたんか。とか確かにターゲットになってたな。出血しとる、出血しとる。ちょ、こっちから行けない。こっちから回ろう。じゃあ。すごい、なんか撃ってきた。あそこの牧場の人すごい武器持ってる。すごい撃ってきた。敵と見なされたらすごい勢いで撃ってきた。ここ大丈夫？食料食べても全回復しない。ちょっとアウトポスト行けそうだな。アウトポストにはなんとか。でもこのマークがついてるのがすごい嫌だ。もう意外に半分ぐらい来たじゃん。人がいなければ、人に見つかったらもう死です。今マザルコは鉄工所か。鉄工所、鉄工所ラップの鉄工所家がありますね。あ、これレイドされた後じゃない。はしごかかってる。怖いって。すげえ怖いって。でもね、でもね、こういうの、こういう。こういうのね、こういうのして。あ、飯飯飯飯飯。飯食おう、飯食おう。よし。で、少しは。で、
方向的にはこっちか。まあ、家あるけど、こういうのちょっと見たくなっちゃう。ちょっとだけね。どこ？初めて来たけど、すごくない？ねえ、すごくない？てか、なんでターゲット2分30秒？なんでそんなに、まさる子、悪い子になってる？何？ちょっと何もしないから許して。何もしないから、マジで。ここのはちょっともらいたいけど。何もしないから、マジで。逃げろ。すいません、失礼します。あともう少しだ。なんか来てる。あ、もう見えてきた。アウトポストは見えてきた。アウトポスティが見えてきた。はよ。あ、でも待って。これがついてるってことはさ、マサル子ダメじゃないじゃあ。アウトポストの人たちに狙われるってことじゃない。なんかいる。ちょっと待って。なんかいる。狙われてる？マサル子。死ぬ？諦めてほしい。あ、そうなんだ。なんなのこのたまにあるこれ。あなたはこのボックスにアクセスする権限がありませんのやつ。またあと1分20秒。ここで耐えるか。行ったら多分さ、ターレットとかにやられるってことだよね、多分。怖い。マジ怖い。しかも、多分、狼でしょ、今。ああ。熊五郎もいるし、狼もいるし、八方塞がりじゃないこれ。まさる子、八方塞がりの巻じゃないこれ。アウトポスト。行きたいけど。ちょっと待って、マジで。あと40秒。熊五郎まだいる？どう？どっか行った？あ、向こうにいるな。よし、向こう行け。向こう行ったか。あと19秒。ここ行ったか。もうちょっと待った方がいいな。どっからタレットに狙われるかわかんない。なんで？あと7秒。6、5、4、3、2、1。よし、これで外れたね。よし、行こう。よし、行こう。頼む。許して。ああ、鹿さんならよし。鹿さんならよし。よし、セーブゾーン。入った。よし。人いた、今。大丈夫か。入り口どこ？ほんで入り口どこ？こっちにはなさそう。こっちか。いやー、参った。あ、でも撃たれないか。何もしないもんね。あんなとこにもいんの？研究者の人。失礼します。わー、賑わってますね。相変わらず。ここら辺は。賑わってますね。石油焼きに行きました。あ、リサイクルこんなとこに。え？なんで？え？ちょっとここでしたいんですけど。え、この人なんで死んでんの？死んでんじゃないのか。あ、ここで寝ちゃったの？あ、リスタートでここ？え？なんか怖いんだけど。この人起きてもセーフゾーンだから攻撃されることはないよね。そう信じてるけど。一体リサイクルしに行くか。リサイクルどっかあったよね。あれ今どっか。あ、ここにもあるんだっていうところに。あ、ここだ。
その一旦今はまだ。ここにリサイクルあるのちょっと便利だね。こっち見ながらもこっちでみたいな。でリペアベンチがあればこれもやり直していこうか。よし。いやこの人起きないでほしい。絶対後つけられるじゃん。でこっち側に行けたりする？隠れたい。ちょっといけないか。こうやってるしかないか。獣の音すごいっすな。じゃとりあえずちょっとまだ時間かかるのでちょっと飛ばしたいと思います。はい、ということでやっとこさよし終わりましたが、なんかねさっきからねこっちでね、狼が私を認知してね、ずっとね、うう言ってるんですよ。怖いからもうさっさと帰りたい。さっさと帰ろう。帰れるかな？ちょっと待って。リペアベンチ。リペアベンチ。リペアベンチで、斧を直せるよね。よし。直して、よし。帰ろう。さあ、果たして無事に家まで帰れるでしょうか？マザルコ。うん。帰れるでしょうか？帰りたいけどね。じゃあな。あ、ここ持ってないのか、まだ。あれが。怖いよ。マジ帰りたい。でっかい拠点があるよ。怖いよ。怖いよ。セーフゾーンから抜けますよ、そろそろ。はい、抜けました。もうこれで対抗するしかないもんね。来たら木材拾って帰らしてほしいな。帰らしてほしいな。大きい拠点だった。結構ごめんなさい、通ります。マジで撃たないで、撃たないで。ああ、この人も撃たないで。お願い。お願い。家がありすぎて怖いよ。怖いよ。タレットがある。タレットがあった。タレットが、タレット、タレット。どっち？タレット、タレット、どっちが正解？ああ、落ちてこい。怖いって。何？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 混ざる子？今の。なんかすごいドーンって言ったよね。危ないことしないで。危ないことしないでね。帰りたい。帰りたい。へい、へい。なんかやってる、なんかやってるだけか。どっちだ、どこだ、どこから音がするのこれ。後ろか。後ろよね。マサロコじゃないね。狙われてるわけじゃないね。し。怖いって、怖いって。拠点か。怖い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 。怖い怖い怖い。はあ、誰かがのお家を誰かがどうかしてるよ。なんて世界だ。なんて怖い世界だ。頑張れ。今半分ぐらい来たよ。半分ぐらい来たよ。あそこ頑張れ。いけるよ。あそこならできるよ。ここら辺全然建物ない。ここら辺に一個建てたい気がしてきたな。でもここら辺家あんのか。あ、牧場近くで、ね、ダメだ。今はとにかく家に帰ること優先。あ、人がいる人がいる人がいる人が走ってた。人はあっちに走ってた。絶対に。じゃあこっちから行こう。いたよね今ね。あ、いる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 。怖い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 。こっちちょっと違うな道。家と離れるな。離れるけど、まあまあまあ。いやー、怖い、怖い、怖い、戦ってる。
戦ってる。すごい、すごいやってる。どこだ？私にはお構いなく。私のことはお構いなく。お構いなくしてくれ、そう？あとちょっとなんだ、家まで。怖い。怖い。低数燃料をいっぱい持っている。私。あ、びっくりした。人かと思ったらトウモロコシだった。人かと思ったらトウモロコシでした。お願い許して。お願い許して。家まで許して。どこをやっているの？ねえ、どこで何をやっているの？そんな。そんなボン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 。ちょっと待って、方向合ってるよね、合ってるね。もう来ないで、マジで。獣さんとか。あれ、ここって元家の近くよな。あれ、家通り過ぎた。あ、びっくりした。固まないでよ、ここで。マジで。あとちょっと、あとちょっとじゃない。どう、家まであとちょっとでもないか。いやー、許されたかもしれないよ、これ。どん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 やってるけど、あとちょっと、よしよしよし、もう圏内、おうち圏内、おうち圏内来た。よし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 、これは帰れたんじゃないか。ここでっかい拠点あるな。頭痛くなってきた。目の前で殺されたら私すごいショックですよ。しょ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 あー、しんどかった。で、こんだけデースがあるから、燃やすやつ作ってみる。火炎のなんちゃらかんちゃら。あれ、もう木がない。あ、もう木がない。火も凝らないとな。火も凝らないといけないし、石は、あ、間違えた、違う違う違う。ああ、蒸気もあんまないんだな。木を凝ったりあれしたりしたいけど、一旦一旦ちょっとさ、なんて、これを一旦こうして、こうして、ちょっと、木を掘るんだけど、まあ今失ってもいいものしか持ってないから、まあこれで向こうに行って木を掘る。で、斧で、もうちょっと壊してみる。家を、家のドアで中がどうなってるのか見る。
まあ全部物資は取られてるなら、そんな大してなかったし。物資は取られてると思うけども、そこはちょっと諦めずに、そこら辺で切り取って。また増えてきた人数が、インしてる人数が。まあでも50人ぐらいだったらまあまあ。200人とかになったらもう出歩いたらもう死なんだよな、本当に。みんなね、結構2人組で行動してるんですね、やっぱクランの人が多いから。なになになに、どうした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  どうした今。このぐらい。斧の耐久がでもまずいね、あんまりここで木凝っていくと。斧で壊せるけど、その後どうするかだよね。中にきっとティッシュ置かれてる気がするしね。どうするかですよね。違うか。どこだ。え、どこで今落とした？結構こっち側じゃなかった？大丈夫か。あそこらへん？今落としてたの。あのでっかいところの人？だとしたらちょっと無理か。さすがに。あそこから落としたよね。してない。人いる？見える？わかんないな。か。わかんないけど。まあ今な失っても何も、特に木しか持ってないしね。うん、木と石しか持ってないしね。まあいいでしょ。ちょっと待って、ここやられてる？もしかして。この人。うわ、ここも空いてる。まずい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 。なんか垂れとった垂れとった。怖っ。なんか入ってないかね、でもあれ、さすがに。もしかしてマサロくんちをやってる？今まさに。開いてない？ドア。ドア開いてるよね。え、超怖いんだけど。なんでドア開いてんの？あ、なんかボタンついてんだけど、何あれ？あ、なんもないわ。なんもないわ。怖っ。なんもないけど、なんか変なボタンついてなかった？あれ何？あれ何？すごい怖いんだけど。てか、本当に今やられたばっかりなのか。あそこのマサルコの拠点。もしかして。怖いんですけど、ちょっと素直に木凝って、あれマサルくんちこっちか。近くにもう一個ちょっと拠点建てるか、近くのに、今のあるとこの近くに。
これさ、もうさ、明日になったら今の拠点ないもあるよね。そしてまたゼロからって結構きついからな。ゼロからの出発は。あ、こっちか。いえ、まだ未だによくわからん。違くない？いえ、こっちじゃない。こっちだ。でも一迷ってる。動揺が隠せない。こうなったらどこに拠点立てよう。どうしようね。この人はそんなに。自販機があるってことは結構な人たちだよね、多分。物資があるから売るんだもんね、物を。わあ、どうしたらもういいもんか。こっち側こっち側でさ、結構物騒なんだよな。もう一個近くに拠点立ててみるか。ね、どうしようかな。ただどこに立てよう。周り結構あるからな。悩みどこだなぁ。な。やばい、木凝ってくるんだったのに。それでは帰ってきたけど、まあ、あそこはもう仕方ないね。もう中身何もないし。まあ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 、いいでしょう。ってことは、ご飯を食べる。食べて、よしこで満タンになったご飯。で、木はこっちに行って。まだ木起こるんだよね。木起こる。木起こる。木を掘りながら、どこに拠点を建てるか考える旅をするか。とりあえず、テイス岩だけあるから、もうかまども作れるし、こっち側は危険だよね。あんまりこっち側行ってないけど。ち側ってどんなだった？ここに1個家は、ああ、大きい拠点あるっちゃあるか。ここら辺に1個建てても、襲撃を受けないような気もしなくもないが、ないが、この下とか、ここら辺とかに建ててみる？一旦。斜めってるけど、斜めってるけど、ここ。見えない。あそこが木なの。あそこのあれが木なの。ここら辺に建ててみるか。だな。ちょっとここら辺に建ててみようかな。もう。逃げ腰だとか思ってる？今誰に向かって言ったんだろう。もうわかんない。そこら辺の木をちょっともらうか。やばい、もうすぐ夕暮れになる？これ。夕暮れ時か？
食料があるのはいいよね、ここらへん。絶対にそれは。この下に、下に立てても、まあでも向こう側に行けるんですよね、下に立てると。向こう側に行けて、その鉱石とか掘るのもちょっといいかなとか思ったりするんですけど。さすがに、あ、でも湧く人たちがいっぱいいるか、ここで。あんまり海沿いは。それもやだな、さらされるのも。となるとどこだ？海沿い過ぎない方がいいな、だとしたらやっぱり。でっかいクランの近くはもう格好の餌食になっちゃうから、ちっちゃい集落のとこに建てたい気がするんだよな。ふわでかお城じゃん、すごいな。城あったよ。でもあそこの人たち、いい、ああいうお城みたいな家を建てる人たち、いい人の気がしない。そんな人はいないのか。でも家あるでしょ。こっちはやっぱダメか。さすがに。木を掘っちゃったから、その、あの、罪滅ぼしに植えていこう。そっちとかは、そっちの裏側とか、そこの僕らのあっちの裏側っていう手もある。あ、ここ深いの意外に。あ、そうなの、大丈夫。この、なんだ、よしよし、うーん、家をもう一軒建てたいよ。もうそのうち潰されるよ、絶対潰されるよ。時間の問題だよ。時間の問題だなぁ、ほんと。はぁ、でかい音がしてるよ。物騒だよ。もう一個建てるにもしても、建てるにしてもあれだよなぁ。いろいろな、また石とかちょっと、取ってこないとですよね。でさ、こうして、こうして、ああ、すごいやってる、やってますね。とりあえず作るか、いろいろ。ドアとか。まずだから、
TC 作って、で、ドアを2個作って、大きい箱作って、で、これを4つ作って、で、寝袋どこだ？寝袋を作る。で、あ、これも一個ずつ作るか。どうせじゃあ。ね。もう作って、これも作って。で、かまど。かまども作んなきゃな。かまども、え、石が必要。かまども作って、これでもさ、生き延びるためにはさ、やっぱりさ、そっちをメインにしちゃうとさ、全然こういうのとか進まなくなっちゃうね。スクラップ集めとかできなくなっちゃうね。それしょうがないか。で、一旦、とりあえずのものを持って、で、木は必要でしょ？今行ったのって多分ここら辺だよね。ここら辺行ってみるのあり。ここら辺ちょっと行ってみるか。家建ててみるか。いや、これでおうちセットはいいよね。これでね、あと石とか持っていけばいいんだもんね。海のあそこに作るはどうなんだろうな。目にはいっぱいつくよね。だったらさっきアウトポストに行く途中の岩場のあそこら辺にっていうのもありだよね。そっちにするか。だからさっきこう行った時に、まあ、ここら辺かだったっけ。ここら辺、行ってみるか。ただ今ボン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 言ってたのここら辺じゃなかった？それはそれでな、ちょっとな。一旦あれか、一旦12345個隠し箱に隠せるんだよね。1、2、3。あー、どうしよう。
一旦かまどは置いとくか。かまどを後でもいいとして。で、あ、間違えた。これもこうして、ほんと最低限のものだけにして。で、斧はね、一応持ってった方がよくて。して、木と石でしょ。石こんだけあれば強化できるよね。これで一回行く？今行かない方がいいか。もうちょっと暗いの。あ、で、そうそうそう。金属もちょっと持ってかないと。ティッシュに入れる金属。これで、ちょっと、行ってみよっかな。目指すはここだけど、さっきちょっと良さそうな感じだった、ここらね。ここって実はあんまり通り道にはなってない気もし、そんなことないか。空港の方とかもちょっと行きたい気がするけど、こっちも結構いるよな。ごめんなさい、こんな動画で。いや、でももう一個ね、拠点を作りたいんだよな。パトロールヘリとか来る前に。なんか騒がしい？うん、わかんないね。わ かんないね。うん、わかんない。わかんないな。これは日本語じゃないよね、これ。この名前も。これ、文字化けしてるわけじゃなくて、これロシア語とかってことなんだよね。違うの、文字化けしてんの、これ。もうわかんないよ。わかんない。言葉が難しい。わかんない。まだ真っ暗？怖いなぁ。夜明けとともに行こう。なんなら暗いうちにちょっと進んだ方が逆に安全は安全か？どうなんだ？ここすっごい静か。ここすごい静かです。いや、まだ真っ暗か。さすがに真っ暗？負けちゃった。え？こっち？今のどっち？違うな。こっち側か。だから今こっち側行くと危ないから、やっぱこっち側に行くか。本当に。え？怖いって。で、こっち出口？出口か。出口。消してこう。そうそう、明るくなってきた。よしよし。そこでかいのがあるから、ちょっとだけこう回りにして。この辺から行けば目立たないか。小声になっちゃいますよね。どうしても。怖いなぁ。
今結構来れてるな。で、またでっかいのがありそう。自販機があるってことは。あ、でっかくはないけど、あるな。でっかくはないけど、あるでしょ？いや、でっかいな。あ、このバシャバシャ音が。で、今、あ、この森の中っていうこともある？ここに一個あるでしょ？鹿さんね。うわー、怖い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 。やられちゃってるってことだね。すごい、なんか、なんだこれ、笑ってんのこれ、笑ってんの、泣いてんの、んのののの、んのののののってなってるけど、んのののののの、やめてくださいっていう意思の表れ、これ、んのののの、のトレインヤードっていうのが近いのか、ここで。行く先にある、あれも家、もう家だけど朽ちてる。トレインヤードってやつか。この家も朽ちちゃってる感じ。いや、朽ちてはないけど、あそこにあんだ家。あそこにでっかいのがあんだ。そうなってくると、ここにでっかいなぁ。ちょっと待って、でっかいな。思ったよりでっかいな。これ見つかったら死ぬぞ。あー、結構こっちに来ちゃってんのか。ちょっと待って、どうしよう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 、うろうろ。とくか、待って、どうしよう、ここか、この森の中に、そっちか、ボンボコボンボコ言ってんのは。で、そこにでっかいのあるでしょ、でっかい家があるでしょ。家建てるとこないかも。いや、諦めるな。大変のどかだけど、家あるよね、これ。これ家だよね。あ、これ家よな。家だな。家だ。家だ。やばい。ない。建てれると、うわー、向こういっぱいだ。家がいっぱいだ。うわ、道路横切ります。そろそろやられそう。ここもちょっとでっかいのから見られてる。ここら辺のさ、岩は許されるとこない？聞いてる、誰かが。誰かが聞いてた、今。誰かが聞いてた、今。闇に紛れよ。これないんじゃない？マサロが作れるところなんて。
レインヤードってとこに近づけるもんね。あ、でかい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 。もうここの森しかないか。いや、トレインヤードにいくらなんでも近すぎるか。ここ。ここも目立つよね。なんだかんだで。なんだかんだで目立つ。ちょっと待って、どうしよう。もうちょっとやっぱこっち側行く？そっちの岩場のでっかいのがあるんだよね。そうそうそう、でっかいのがあって。で、元のあそこの寝袋を置いたところにちょっとめがけて行ってみようかな。トレインヤードっていうのは、デキさんがいるところなのか？トレインヤードって行ったことないけど、あ、すごい。ちょっと待って、なんか来た。これはきっと鹿さんだ。そこに拠点があって。ここらなのか、一回寝袋置いたの。うわ、うわ、うわ。うわ。うわわわわわわ。あ、家があんのか。あるからやめたのか。ここ。この家元気？とはいえ。ああ、元気そう？さ、例えばさ、ここら辺、この岩場さすがに作れない。こっち、こっち、あー、でっかいのあんな、あそこに。ここに作ってみるのはどう？もう。あ、待って、この裏は。あー、でも。ちょっと違うか。そこにでっかいのがあるよね。こっちもでっかいのあるよね。マジで？もうここに作ってみるか。ここってさ、作れるのかな？あ、作れるのか。で、こういって、こういって、こうやって入るみたいな。こうして。して。こうして、ここ無理なの？こうして、いや、ここすごい見えるな、あそこから。ちょっとさ、変な形にしてみる。ここは、マジで変な形これ。まあ、いっか。
や、ちょっと待って。なんで壊せないんだ。まあ、いいか。で、あ、いいのか、ここも。なんて。入り口こっちか。ちょっと待って。から入れなくなっちゃった。よくわからない作りになっちゃったけども、まあいいとする？どこドアにする？ここか？なんだこの作り。まあ、いっか。とりあえず囲もう。もう怖い。怖いからもう囲もう。ここが三角なんだよ。で、PC をどこに置くかっていうと、ここに置く。で、扉を。内開きにしたい。よし。で、とりあえず強化。で、待って、木と石入れて。よしよし。よしよし。よし。で、ここを。間違えた。焦るな。ここを閉じちゃって、で、今大丈夫。維持費。あ、これ入れないと。こうで、で、ドアを一旦ここにもドアつけないとあれか。前にここも石にする。ここも石にする。で、あ、これは、こうか。で、扉を、つける、寝袋。ティッシュ奥だったな。まあ、いっか。TC の位置を間違えました。間違えましたけど、まあ。
寝袋の位置どうしよう。まあ、ここでいいか。ここは置ける？あ、置けた。で、まあ、これでいいとして、で、強化したよね。で、一旦こうして置いといて、飯食っといて、飯食っといて、で、箱に小っちゃい箱とりあえず作って、でっかい箱も向こうに作ってはあるけど、ちっちゃい箱作って、で、TC 絶対ここだったな、まずったな、まあいっか。あ、ちっちゃい箱できた。で、ちっちゃい箱、はい、こっち置くと。ちっちゃい方どこ、ここでいいか。邪魔になる、これ。まあ、どければいいのか、別にまた。またどければいいから、電車走ってる、電車走ってる。で、一旦これ全部入れとくか。これも。で、裸で戻ろう。で、セルフキルすればいいのか。セルフキルして戻ればいいのか。で、かまどを持ってまた来れば。いいか。それだ。いや。ちょっと待って、ここ出れるかどうか見ないとな。出れるでしょ？出れるけど、この後に、あ、ちょっと出れない？あ、ちょっと待って。ここ出て、出た後、こっちからも。あ、こっちからも行ける。ほうほうほう、いいじゃん、いいじゃん。よしよし。で、こっちにどっかにさ、もう一個寝袋なんか置いてあるよね、自分の。それどこなんだ？どこに置いたんだ？こっちか。隠し箱。隠し箱。寝袋どこに置いたんだ？ここか？ここら辺か？寝袋どこにある？前置いたのがどっかにあるはずなんだよな。自分家じゃないよね。私の寝袋どこですか？ここら辺にあるはず。寝袋の上に立っちゃったのか、これ。もしかして。そういうこと？そういうことかもしれん。ちょっと一応今での道をちゃんと理解して、これまだ木の扉の家とかあるぞ。鉱石いっぱいあるけど誰も持ってないってことはインしてないのかな。でもちょっとうろうろはしたけど、当初の目的のところには一応置けた。あとは、まあ、いろいろ運んで、物を。で、ここでファームできる
だからここにってことはトレインヤードの周りとかこっちとかちょっと行きやすいよね。道路ファームもしやすいし、ここはいいところに建てたんじゃないかなと。ただ不安はある。でも意外に実家から近いな。意外に実家から近いからいいんじゃない？やっぱ当初あそこにいろいろ、あ、ここ深いか。 ここ深いか。ちょっと大丈夫？死なない？死なないで。これでまたちょっと生きながらえたんじゃない？この拠点を1個にしないというね。1個にすると積むから。でも結局さ、最初に建てた家がさ、最後まで残りそうっていうのは言わないでくれる？ちょっと、そうだね。そんな気もね、まさかもそんな気はする。結果最初の1個だけでよかったんじゃないのかって。あれ？どうだ？いいね。あれ？どうだ？あ、こっちか。最初のこの家だけでよかったんじゃない？そこをもっと頑張って強化していったらそれでよかったんじゃない？みたいな感じになりそうだけども。とりあえずもう一個できた。一個は死んだったけど。一個の拠点はダメになっちゃったけど。まあそこは、そんなに、なったので。なんか肥料を1000くれって言ってる。でもバンデットキャンプってないんだよね。確か。あれってまず使え、あ、あれか、農業をしてたりするのか。そうすると肥料が必要なのか。じゃあ、ということで、じゃあ今回はここまでにして、とりあえず、もう一個ここに置けたってことで、このバッグ多分このところに家建てられちゃったんだね、多分ね。下敷きにされちゃった系だね。ということで、それここで湧いてみる。まあ、いいか。ご視聴ありがとうございました。じゃ次回はまたちょっとここからちょっとファームはしやすくなったので、この拠点が壊されてなければ、こっちでの生活をちょっとやっていきたいかなと思っています。ご視聴ありがとうございました。次回お楽しみに。ゲームが上手になりたいな。もっとみんなに褒めてもらいたいから、コントローラー握る。でも、いつもお母さんは似ていてばかりで、俺を。